8月28日、アベマ、テレビで、福島の汚染水放出の問題が、議論されました。我々、子供報道では、今まで、アベマに関して、疑問点を告発する報道を、してきました。この日も、大変に、おかしくて、原口さんが、切り込んでいます。ちょっと聞いてください。アベマ、注意をしていきましょう。出てるデータは、その放射線量でしょ？うん。放射性物質がどれぐらいあるかっていうのは国会答弁でいくらあるかわからんって言ってるわけですよ。そのことを言ってるんです。じゃあ IAEA のがどんな調査方法をとってどういうふうなデータで分析したかってことは明らかになってないから怪しいってことでいいんですかね。片面しか言ってないっていうことです。片面とは。ありがとうございます。原口さん、例えば分かります。ここで笑ってもらったら困るんですよ。片面ってのは分かんないです。片面って何ですか。つまり、うん、放射性物質がいくら流れてるかっていうのは分かんないって言ってるわけです。ね、うん、物質の量、それと今皆さんがおっしゃったような放射線量。放射線量は少ないってことだけ分かってるってことですね。そう、それはあのトリチウムについて少ないとさっきねモニターして分かった、うん。だけど他の各種についてはどうかっていうのは分かってない。じゃあ分かります。ごめんなさい原口さん、ごめんなさい。分かってないことが多すぎるって言ってるわけです。いやいや、トリチウムとそれ以外、トリチウム以外についてはアルプスで処理されてますと、はい、そのアルプスで処理できないトリチウムについては薄めて出しますということを繰り返し説明してますが、はい、その通りになってるかどうかはモニタリング見なきゃ分からないと。だけれどもその手前すら否定するとなると話が噛み合わないと思うんですけど、いかがですか原口さん。手前さえ言いたいのは、その日本のテレビで報じられていることだけね、テレビでこう言ったとかね、IAEA がこう言ったとか言うんじゃなくて、自分でデータを見てね、考えてほしいんですよ。すっごくね、日本のテレビは正直申し上げて、まあこれテレビ局のあれだから言いにくいけども、政権の言うのの、今日だってほとんど政権が言ってることの、彼らのなんとかな、土俵の上のやつをおっしゃってるでしょ。土俵に乗っちゃいけないんだって最初から。そのことだけは申し上げておきたいと思います。はい、あの、ね、土俵に、ね、乗るべきかどうかっていうきちんと判断をしなきゃいけないんだろうなっていうことだと思いますね。だからずっと野党にもっと上手な国民が参加しやすい議論の場を作ってほしいと思うんだけど、どうやらなんかこの議論の場自体がものすごくなんかね、うん、今うまくいってないと思うな、うん、なんかただの対立見えちゃう。原口さん、どうもありがとうございました。ね、おかしいですよね。アベマって政府の言う通りで政府広報みたい。日本は大本営発表で大失敗したんですよね。最後に言われた野党には上手に国民の議論の場をというのも何なのかね。議論の場を盛り上げるためにテレビがまともにならないといけないですね。